打たれています。これはレフト線に入った。この席はセカンドストップ。いや、角中らしいと言いますか、レフト線に打ち返していきました。ワンアウト二塁一塁。東浜の立ち上がり、このバッティングです。うん、アウト、はい、はい、素直に使わせていただくところですよね。まさに左バッターには打たれてますよという今ねご紹介したんですが、最初の打席でヒットを打っています。3番角中、4番ポランコという絶好の打順に回ってきました。初球だ、切れなければ入った、距離も十分にありました。スリーラン、千葉ロッテ突き放し、3点加えます。初球でした。8対4。まあ、耐えてね、なんとか流れを、もう止めようというところはあります。よく触れています。今度は三遊間、今宮でも取れませんでした。チーム10本目のヒット。いや、角中自身今日3本目、いわゆるもう広角に、うん、完全にこう、乗っていけてるですね。まあ、技術あるバッターがね、2桁10本目。